皆さんこんばんは、井口ゆかです。この井口ゆかのトーキングスムスムは、私の住む家にいろいろな方を招いてお話、つまりトーキングしていくラジオ番組です。さあ、4月最後のトーキングスムスムということで、4月最後ということは、人によってはもうゴールデンウィークが始まっているのではないでしょうか。ゴールデンウィークだって、すげえな、みんなワクワクすんな。なんか今年のゴールデンウィークは頑張ってこうちゃんと休みを確保しようとしたら、最大で9連休ぐらい取れちゃうらしいですよ。9連休、1週間以上よ。海外とか行くんでしょうね。いいわねまあ我々の職業はね、あんまりそういうの関係ないというか、こう皆さんがお休みのタイミングだからこそイベントがあったり、まあ変わらず曜日でアフレコが入ってるので、こう収録ものがあったりっていう感じなんですけれども、まあでもその街、世間全体的にゴールデンウィークに入って、なんかこう休みだみたいな、なんかみんな時間を自由に使えてるみたいな、あの穏やかな空気感は悪かないよね、うん、でもね、あの仕事の合間のランチがしにくくなるんだよね。ちょっと一人でいつも入れてたお店が、なんかもうみんな楽しそうにしてて、なんかあ、お一人様ですか、そうですけどみたいな感じで、ね、すっげえ並んでるしなみたいな感じになったりするけど、まあまあまあ、みんな休める人も休めない人もゴールデンウィーク楽しみましょう。さあ、ということでですね、本日のゲスト様、ゴールデンウィークはどんなご予定があるのでしょうか。かわいいかわいいあの子が来てくれていますよ、お楽しみに。それでは始めていきます、井口ゆかのトーキングスムスム、みんなうちにスムスム。井口ゆかのトーキングスムスム、この番組はクールなグラビアからディープなインタビューまで、オタクカルチャー専門ウェブマガジンにじスタの提供でお送りします。 DJ井口ゆかのトーキングスムスム、ストップレコード、 GOQR。 改めまして、井口ゆかです。さあ、きっとそろそろお客様が来てくれました。はい、どうぞ。はい、お邪魔します。内田まやです。まやや来ちゃった。いや、うお、まややの来ちゃったをいただきましたありがとうございます。いやー、まややん、トーキングスムスム初なんだよね。そうだね、初です。そうなんだよね、はい、東海学園という前の番組にも来てないんだよね、うんうんうん、意外、うん、もう来てくれてる気がしていた。コムチャとかでね。そうだね、そっちでは会うけど、うん、こういう二人ではさ、すごく久しぶりじゃない。とっても久しぶり、ね、私の記憶が正しければ、ね、サンカレアのラジオではないかと。え、ほんと？二人きりはそうじゃない？そうかもね。だよね、もう相当前だよ、そんなこと言ったら。サンカレアってね、うん、2012年なんだって。2012年ですか。今年は何年でしょうか。2018年です。正解。やば、6年いや、経ったね、経ったね、ま、そのラジオで一緒に二人っきりでやるのが、そのサンカレアっていう作品のラジオ以来だけど、うんうんうん、まあ、現場では断末とか、ね、まあ、そして今年オンエアが決まっているゴブリンスレイヤーとか。そうだよ、うんうん、だから現場でちょこちょこご一緒していますが、うんうんうん、こうやってゆっくりね、まったり、しかも今日は私の家という体で。そうだね、お邪魔いたしております。どうぞどうぞ、もうくつろいで茶も出ない家だけどくつろいでって。いや、もうゆっくりしています、うん、そんなまややんとですね、はいはい、一緒にやっていくにあたってメールをたくさんいただいてるので、うん、ちょっと一通先に紹介しますね。 ありがとうございます。ラジオネームがほうすけさんからいただきました、ありがとうございます。ゆかち、そしてゲストのまややん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。お二人といえばサンカレアとサンカレアラジオ始めましたのことを真っ先に思い出し、放送が始まったのがその2012年の今頃だったなとふと思い出しました、うん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 、そこでサンカレアの頃のお二人と様々な現場を乗り越えてきた今のお二人を比べて、変わったなと感じたところや変わらないなと思うところをお互いに話してみてください。お二人のトーク楽しみにしていますということでいただきました。変わったところあるかい。髪の毛の長さそこ、まあまあ、そう、どんどん髪が長くなったと思ったら短くなって、ね、一番短いと思う。そうなの、うん、こう仕事始めてからね。似合うね、うん、嬉しいな。あの私のね、うん、こうテーマとして、女の子はね、可愛い女の子はショートであるべきなの、うん、へえ、それはなぜ。
似合うから顔がちっちゃくってバランスがこう、そう顔がちっちゃいのに目とかもこうバランスがいいから、うん、こう髪の毛を長くして、うん、なんかこうニュアンスでこう女感を出すよりもシンプルにもう T シャツジーンズみたいな白い T シャツにジーンズみたいな感じで飾らなくて可愛い人はね、うん、ショートヘアでいてほしいの。ほー、いい、大丈夫ですか今日。でもねちょっとねいろいろね仕事があってね、うん、ヘッドホンつけまくってたの、うん、一日ヘッドホン祭れたの今日、うん、その髪の毛ぴっちゃもなっちゃってね、うん、どうしようってなってる。それがまたいいんだよ。いいね、よくないこれね。サラサラだな。帽子かぶる人とかみんな思うと思うんだけどさ、うん、もうほんとこの辺とかなんか寝癖がまたね、うん、なんか夜なの今、うん、夜なんだけど夜なのよ今夜なんだけど、うん、髪がねなんか生まれてる、寝癖が生まれてる、新たに、いや新たな寝てないのにあの頃の寝てた頃のがこう、そう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 、なんか起き出してるね。いやでもマヤヤはそれがねナチュラルでよ。本当だってサンカレアの頃は、うん、セミロングぐらいでだったね。ゲームのキャラクターに憧れて髪の毛を伸ばし始めたって、うん、ファイナルファンタジーそう、ね、意外な話があったのを覚えているけど、それから考えればまあ確かにね髪は変わったし、うん、あとはなんだろうな、なんだろう、もうねどんどんね、うん、大人に当たり前だけどなんだろう色気が出てきてるね。いやいやいや、ゆかちもだよ。出ねえよ。なんでよ。なんでよ。こっちが聞きたいよ。なんでよ。出ないよ。絞っても絞ってもカスカスなんだよな。おかしいな。そう、マヤはどんどん、うん、なんだろう、女性らしくよりなっていってる気がする。意識はしてない？してない。あれ、それに関してはもうね、なんか致し方ないくない？何何？溢れてしまうということ？止められないこの思い。でも なんかほら、うん、大人になるじゃない、うんうん、ね、ずっと子供でもいられない。なんだそれ。自分で突っ込んだ。ちなみにじゃあマヤ自身が、うんうん、自分はあのサンカレアの頃だったり、まあ、その2012年ぐらいとか、うん、からまあ6年経ちまして、その間になんかちょっと自分的に変わったなみたいな変化って、心境的なものでも変わったとこね、冷静さが生まれたかな。なんかずっとテンパってた、うわどうしようみたいな、まあ、そうだよね、うん、現場も慣れないことばっかりだしね。そうそう、どうしていいか分かんなくてさ、うん、なんかこうその頃ラジオで2人でやってた時にさ、うん、なんかド S キャラだった気がするんだ。確かにそれどっから生まれたのかな、まあ、私がド M だったからじゃない。結果立ち位置がそこに行くしかない。そういうことだったんだ。で、うん、どうしよう、ね、ラジオとかもやったことなかったし、うんうん、どういう感じで言ってたかな。えでもこうよかちでもな、うんうんうん、なんかそんな攻めていいのかっていう、うんうん、でもそれを悩みながらやってた私は、うん、気づけば、うん、大丈夫になって、ああそういう自分も出せるようになってきたというね。その S 系と M 系で、うん、まあその真っ二つに分けるのは極端ですけど、うんうんうん、自分はどっち寄りのタイプだと思いますか？ S だと思います。あー素晴らしい。いいよ、ゾクゾク。そうなんだ、いいね、うん、でもそこにこう笑顔でこうツンツンってこう S 気を出すところがいいね。いいね、確かに、うん、そういうところが変わったというか、変わったようで変わってないようで、うんうん、っていうことなのかな、ね、うん、そして何よりも、うん、マヤヤはあの頃から変わったこと、うん、アーティストデビューをしました。そうです、ありがとうございます。もう何枚シングルを、そうだね、デビューしてから、ね、結構出たよ。7枚シングルが出て、すごい。で、アルバムが2枚、今回が2枚目なのが出るんですけど、うん、おめでとうございます。ありがとう。出たんですね、もう。そっか、そうだ、今週出たんですよ。出たんです。そう、タイトルは、タイトルはマジックアワーです。またおしゃれな。いやもう出して、マヤヤンってアーティストデビューして何年、うん、丸4年経ったかな。すごい、うん、じゃあなんかもう、うんうん、サクサクとさ、なんかね、でもねここんとこ、うん、シングルとかの出すペースとかも、うん、結構こう早くなった。そうだよね、この間だってシングル出したばっかだよね、うんうん、そうそうそう、なんだけど、うん、あのまあその 1,2 年、うん、始めてから最初の頃はあんまりやっぱやってなくて、うんうん、でなんかやっとねこう楽しくいろんなことができるようになってきた今という感じでね、うんうんうん、それが今回は詰まっているのですよ。制作にも結構じゃあがっつり携わる感じで、うん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 、へえ、いろいろやりました。ちなみに今回のタイトル、うん、マジックアワーになったのはなぜなの？ジャケ写にもちょっとずつこう、うん、モチーフが入ってるんだけど、うんうん、宇宙的なね、うん、あの月だったりとか、うんうん、そういう星とかね、うん、なんかこう
すごく広いものの中でこう星を渡り歩いてる的な感じのプラネット的なイメージが最初あったの、うんうんうん、アルバムもそういう感じにしたかったんだけど、うん、なんかプラネットっていうのがなんとなくしっくりこなくて、うんうん、でもっと地に足をつけた場所から見てる景色で、あ、なるほどね、何か空をイメージできるものないかなって探してた時に、うん、マジカワっていうのがポッとチームから出てきて、うん、いいじゃんっていうのでこのタイトル。なるほどね、うん、確かに宇宙の感じになるとこうふわふわと浮遊感が出てしまうもんね、うんうんうん、でも今のマヤヤはちゃんと地に足をつけて、うん、こう前に進んでいってるから、そうなんです、その中で見える素敵な景色、うん、ってことは今回のコンセプトも、うん、その地に足ついたマヤヤンから生まれてくる、うんうん、まあそうかもしれない、うんうん、なんか今回、うん、私が詩を参加させてもらってるやつとかもあったりする、ね、うん、初じゃない、そう3曲目かなになるんだけど、うん、アルバムでミニアルバム、うんうん、で今回のセカンドアルバムでも書いてて、それで3曲目になるんだけど、生まれたね、なんかね、うん、今の気持ちっていうか、うん、なんか他のその書いていただいた曲とかにもあるんだけど、うん、じゃあ今までやってきて今私はどうなんだみたいなところを、うん、結構こう掘り下げてやってるのが多くて、うんうん、なんか私が見えるアルバムになったかなとは思う。素敵、うんうん、その10曲目のマジックアワーを作詞して、うんうんうん、ちなみにこれは共作という形なのかな。そうそう、共作なの、クロスさんとの作詞、うんうん、作詞の共作 で、これはどうやって書くの、共作って、うん、なんかお手紙みたいな感じなの、お手紙文通みたいになるのかな、なんかこう どうでしょうってこう出す提出して、うん、まるっと書くの、一番とかサビとか、なんかね今回に関しては、うん、こう最初になんとなくのイメージでマジカワーってものがまずあって、うん、テーマがあって、曲があって、あ、もう曲も上がってたのね、曲もあった上で、うんうん、じゃあどうするみたいになった時に、うん、マジカワーでなんかこう詞をパーってこう上げたところ、うん、こういい感じでこうなんか混ざり合って、うん、ここはこうしようこうしようって言いながら、うん、うん、書いた感じだったかな、でもなんか私が結構書いたような気もするし、ちょっとじゃあここどうしよう、このパズルのピースみたいになったところをちょっとこう埋めてもらったりとか、なんかさ、うん、作詞って、うん、そのより自分の中から生まれてくるものというか、うんうん、が反映されやすいと思うの、私は、ね、いろんなやり方があると思うけど、うん、提出する時って、うん、そのみんなに聞いてもらう時よりもスタッフさんに聞いてもらう時が一番恥ずかしい、恥ずかしいだよねそう、最初どうしようって、うん、初めの一歩がねなんかだから紙に書いてなくて、うん、その携帯に入れてたのよ、あ、なるほど、ね、メモ帳みたいな、うんうんうん、あれをこうスタッフさんに、うん、こうじゃあ投げますって言って、うんうん、ピッて投げた時のあのどうにもならない気持ちが、うん、それに返信が欲しいような、返信欲しくないようなみたいなね合わせて曲聴く時間みたいなのが、ね、うんうん、うんあ、そう、せーのでみんなで聞いてみんなでじゃあ回しますみたいな感じで、どうしようとかなってでも可愛いねこの歌詞ね、本当これはなんだろうな、うん、歌としてもちろん聞きたいんだけど、うん、やっぱり声優さんだからなのかな、うん、朗読してほしい歌詞になってるね、私の歌結構詞が詰まってる曲が多くて、うんうん、その中では、うん、今回はすごく言葉少なにまとめた感じかなという、そうだね、うん、気もしている、すごく素敵ありがとう、こう包み込んでくれるような、うん、なんか大きな愛にしたくて、うん、なんか初めは向かい合ってるようだけど最終的には、うん、怖くてももう大丈夫、私がいるから好きだよね、ちょっと私が読み上げるとちょっとボラになりますけどいやそんなことないこれマヤヤンライブで歌ったらもう目あった子倒れちゃうぞいやいやだってマヤヤンあれでしょ、ライブでこう目あって目合わせるさよ、合わせてるよ、そしたらファンの人どういう反応するんだっけ、うんドンほら腕抜かれるんだもんドゥーンしてるね、もうこの曲大変だぞ、好きだよねの瞬間多分目合ってない人も目合ったって言って多分倒れちゃう人続出だよさあ伝える、伝えますよ、うん、素敵、うん、本当に思いが詰まってるんだね、うん、なんかいっぱい曲があると思うの、うん、全13曲でまた新曲がその中でもね、うん、いっぱい、うん、そのシングルの曲もあるし書き下ろされた新曲もたくさん入ってる中で、ね、うん、新曲のレコーディングはどうでしたか、うん、レコーディングこれが楽しくって、あれまいやーたほんとなんかね、うん、今回に関しては、うん、レコーディングすごいこう
詰まってたのスケジュールが結構もうきっちりわーってこうわーってこうなんか一気にやった感じだったんだけど、でも一曲一曲こうしたいっていう気持ちが強くて、そのなんか話し合いの末にレコーディングができたから、なんかねこうやりきった感とか参加した感がすごく強くて、こうとっても気持ちがね乗った。へー、今まででも一番今まででも、一番こう作品全体を通して、これだみたいな感じになっている気がする。そのなんかグッて入り込めたのって、まあ、長く続けてきてるからっていうのもあると思うけど、なんかこうきっかけになるなっていうのはあったりするの？なんかねもう何も捨てたくなかったのね。なんかこう何も全てを持ったまま次に行きたくて、例えばチームだったり、ライブのねあの全ての人、関わってる人だったりとか、あとは自分がこう積み上げてきた音楽だったりとかを全て持った上で、その経験を込めた次に行きたかったのね。でだからなんかこうここで力を抜いたりしたら、なんかすごい後悔する気がして、全部にもうバチコーンってぶつかろうっていうので作った感じかな。素敵。もう 100% で、100% で向き合って、もう120ぐらいの、そうだね、なるほどね、なんかそれは歌詞の中とかでも散りばめられてるね。私すごいね12曲目のね、Take You Take Me バンドワゴン、バンドワゴンの歌詞すごい好きなんだよね。マヤヤンっぽいと思ったのこの話を聞く前にパッと見た時に曲も聞いてたけど、歌詞の中で大好きだよ大好きだよ私のそばにいてほしいんだとか、だからみんなでもう一歩これは今なんか今のマヤヤンな感じなんだね。そうだね、もう行くぞみたいな、なんかこうそういうのがね、特にこの自分のアーティスト活動では、でなんかできるようになってきて、すごく大きな変化だね。だね、一人だったのがねすごくなんだろう、マーヤ劇団の座長みたいな感じ。あ、素敵もうみんな仲間がちゃんといて、一人じゃないみんなで作るものみたいな、へえ。だったな今回。素晴らしい。その13曲全部マヤヤンらしさが詰まってると思うけど、今の私だなみたいな。そうだね、日にもよって変わるかもしれないけど、今日ね今日でも今のね現状だと、ステップトゥネクストスターが今なんだよね。なんかねあの曲自体は、その作ってる時々で意味があるんだけど、アルバム通した時に、このアルバム聴くとなんか1年こう振り返れるような形にしたかったの。なるほどね。だからなんかこう曲順は気持ちの流れみたいになっていて、でそのステップトゥネクストスターって曲と一番のマイスタイズヒアが今で、2番のインターセクトは去年の春ぐらいに戻るんだよね。はでこうちょっとずつちょっとずつこう積み重ねてきて、全部がこう手の中に入った時っていうのが今っていう感じになってるね。なんかアルバムみたいだね。アルバムなんだよ間違えちゃった。そうだよ写真の方どうぞ。写真のアルバムみたいだねトンチンかすごい写真の思い出の、あ、そうそんな感じかもしれない。一緒に見てる感じなんだね、なんか例えばコスモスは強さだったりとか、でテイクテイクミバンドワゴンは仲間だったりとか、まあ、いろんな瞬間瞬間をこう切り取って入れて、でそれが全部身についた時っていう感じにしてるんだよね。すごいな、今のマヤヤンで、ライブをやったらすごいことになりそうだね。パワフルでライブね、ライブは好き？好きよ。じゃあもうね6月7月でツアーも決まってるから。そうなんですよ。もうじゃあちょっとずつセットリも決めつつ、セットリもねやっとこう動き出して、どうするかどうするかって、ツアーが初めてなんだけどね。あ、そうなの？そうなの。意外。本当？いろんなライブはだってフェスも含め参加してるもんね。なんか自分のねワンマンだと2箇所っていうのは去年やったんだけど、あんまねこう数日にわたってっていうのやってなくて。そうなんだ。今回何箇所もあるの？3箇所なんです。福岡行くじゃん。そう、楽しみ。福岡、東京、大阪。え、この福岡ってもしかして、ドキドキ。おお、ドキ。土曜日試合見に行くみたいなことないだろうな。そんなつもりはない。そんなつもりはないよね。でもたまたまそんな
撮った場合はそうだよね。たまたま空いたらね。なんかあれだね。でも本当こういろいろやりてみたい、こういうとやってみたいって言ってたら叶った感じで、すごい。ツアーもそうだしね、うんうん、福岡でもやってみたいなと思ってたら、なかなか叶えてもらって。福岡最初に行くってないよね、ツアーでね。そう、しかも初日っていう ね楽しそう。楽しみ。衣装もそうだし、セトリもそうだし、うん、そのセットの作り方もそうだし、うん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 、そして生バンド的なことなのかな。生バンド、わー楽しそう。楽しみです。ライブも楽しみですし、そしてあの発売に合わせていろいろな企画があるということで、はい、まずは発売記念ディスプレイコンテスト、うん、これは一体何ですか？なんかお店のね、うん、こういろいろとこうそれぞれこういう感じでこう、うん、なんかそれぞれの考えたディスプレイをやってもらって、店舗ごとに、そう、店舗ごとにすごい、それの投票を行ってみんながしてくれるんだ、うんうんうん、じゃあお客さんはいろんな店舗をちゃんと定めるために、うんうんうん、見定めるために回らなきゃいけないね。いろいろと秋葉原のいろんな各店舗と か、そうだね、そうそうそう、秋葉原にもいっぱいあるもんね。あるからね。そういうのでね、いろいろやるつもりがあります。素敵。これはお客さんもお店さんもテンションが上がるやつだね、うん、みんなで楽しめたらいいなと思ってるよ、うんうん、そして、うんうん、秋葉原ゲーマーズ本店さんとアニメイト渋谷さんでミュージアムが開催されている、うんうん、ミュージアム、ミュージアム、これね、うん、動画コメントとかも流れたりとかします、うん、それも撮った。すごい。あと、うん、なんだろう、衣装とかも見れたりするのかな、とかあるのかな。あ、衣装とかもあるそうです、うん、触れるの？触れないの？触れないですよね。そうですよね。すいません、そういう風に言いたい男の子もいると思うから代弁してるんですよ。すいません、ちょっと思いましたけどね、私胸、ね、触りたいって。そう、ダメみたいです。触っちゃダメだね、はい、じゃあもう、うん、目で楽しんでいただいて、目でいっぱいこう見てください、うん、って呼吸してもらってそのそれぞれの、ね、楽しみ方がありますからね、うんうんうん、これは楽しみ、うん、アルバムが発売したばかりですが、うん、ぜひぜひ皆さん、うん、お店さんにも遊びに行っていろいろねチェックしていただけたらと思います。ぜひぜひ。そしてブルーレイ付き、うん、DVD 付きもありますからね、うん、MV が見れたりしますので、ですね、ぜひぜひみんなまるっとまややのセカンドアルバム楽しんでいただければと思います。にじスタインフォメーション。このコーナーではオタクカルチャー専門ウェブマガジンにじスタに関する情報をお伝えしていきます。文化放送にて大人気の番組、神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、パーソナリティのお二人が歌う番組テーマソングが新しくなりました。にじスタでは神谷さんと小野さんのお二人への直撃インタビューを実施。楽曲の内容から番組の裏話まで、演熟したお二人ならではのエピソードが飛び出しました。続いてアニメの裏側へ迫る連載アニメストーリーズ、にじスタでは21日に公開となった映画リズと青い鳥より音楽を担当した牛尾健介さんへのインタビューを行いました。映画声の形のスタッフが送る最新作を紐解いていきますよ。にじスタでは他にも若手声優へのインタビューであるステップアップトーク、業界の著名人によるマイスタートークなども連載中。ここでしか読めない特別なお話を楽しんでいってください。男性声優4人組による K4 カンパニーも絶賛配信中です。もちろんこの井口中華のトーキングスムスムの放送レポートも掲載中。番組内でのトークはもちろん、ゲストさんからのコメントも載っていますので、内田真彩ちゃんのファンも必見ですよ。ぜひ虹下にアクセスしてみてください。以上、今週の虹下インフォメーションでした。 Can you guess what we'll listen to next?中華のトーキングスムスム、そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 105-8000 に文化放送、井口中華のトーキングスムスム、それぞれの係まで。メールの場合はsumu@joqr.net、 sumu@joqr.net です。てなことで、まややん、今日は楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。お願いいたします。ではでは、ここで改めてお知らせをドドンとお願いします、はい、セカンドアルバムマジックアワーが発売中です。イエーイ、おめでとう、ありがとうございます。そして内
内田真彩マジックナンバーツアー2018を開催します。マジックナンバー3福岡、こちら6月17日です。はんはん。そしてマジックナンバー2東京が6月24日です。そしてマジックナンバー1、1は大阪、うん、7月1日に開催されます。ね、はい、ぜひ遊びに来てください。うんうん、マジックナンバーなんだね。そうなんです。野球の、野球のやる素敵野球ともかけてたりしますんでね、うんうん、お楽しみに。はい。そして超 A&G プラスで毎週土曜20時半から内田真彩とお話しませんが放送中です。こちらも聞いてください、うんうん、ぜひぜひ、はい、そして私井口からも僭越ながらお知らせさせてください、はい、9枚目のシングルアンロックが5月23日に発売になります。放送中のテレビアニメロストレージコンフレーテッドビクロスのオープニングテーマになってますので、ぜひぜひ合わせてそちらもよろしくお願いいたします。ということで、はい、いや駆け足で、ね、お届けしてしまいましたけど、まややんの MV の話とかもしたかったんだよ。新曲の MV はあれ、うん、デートしてるじゃないかだって、そんなデートその話も詳しく聞きたいんですが、ね、お時間が来てしまったので、また来週じっくりいろんなお話聞いていきたいと思います。お楽しみに。ということであっという間にお別れのお時間です。また来週も聞いてください。この番組のお相手は井口由香と内田真彩でした。 See you。 井口由香のトーキングスムスム。この番組はクールなグラビアからディープなインタビューまで、オタクカルチャー専門ウェブマガジン、にじスタの提供でお送りしました。